どうもこんにちは、ニコールです。今日はね、赤サップを使っていきます。本日3月1日にですね、追加された武器になります。サブがロボットボムで、スペシャルが、新しいデコイチラシというスペシャルでして、まあ、なんかあんまり評判をね、ちらっとこう SNS で検索すると、まあ、そんなに強くないんじゃないかみたいなのが、ささやかれてはいるんですけれども、ちょっと今回ね、そんな赤ザップで、まあ、ちょっと強そうなね、立ち回りを考えてみたので、ご紹介しようかなと思います。ちょっとギアはね、適当な感じですね、まだ。ぶっちゃけもっと理想的なのをね、組もうとしたらいろいろあるんですけれども、とりあえずね、今ある分でやってみようと思います。で、その立ち回りなんですけども、まあ、サブのね、ロボットボムを2個投げて、デコイチラシを置いて、まあ、その後ロボットボムを、まあ、1個から2個投げて、おとりを増やしまくるっていう動きですね。結構ね、塗りとか相手のポジションを奪える立ち回りなので、割と強引な動きとかもできるんですよね。まあ、赤ザップに関してはね、メインがもともと強いので、まあ、サブスペで撹乱しつつメインで突っ込むという感じになっております。ちょっと実際にやってみようか。この後ね、試合も流すんですけれども、一応立ち回りとしては、こんな風にまあスペシャルを貯めます。で、まあインク回復できたらして、相手のまあ高台とか、まあ抑えられたらめんどくさいポジションにロボットボムを2個投げて、デコイチラシを置いて、またロボットボムを投げて、一緒に突っ込んでいくって感じですね。もうこれだけで結構ね、地獄だと思うんだよね。あ、このデコイチラシ自体は、まあ、攻撃すれば壊せるんだけれども、ジャンプマーカーをね、たくさん置かれるだけで結構うざいんで、まあ、それで相手のね、死角とか、いろいろ妨害しつつ、自分は前に突っ込むという動きになっております。まあ、説明よりも試合の動画を流した方が早いと思うので、ぜひご覧ください。どうぞ。よし。スメシーワールドの、ガチアサリをやっていきます。オープンマッチですね。あ、チャーコラだ。チャーコラいいよな。見た目も可愛いし、性能も申し分ない。リッターと差別化できるっていうのはありがてえよな。怖い怖い。威嚇のボム投げてきた。やべ、チャージいる。あ、防がれちゃった。よいしょ。これいけそうかな。ほいほい。で、この壁に置いて、ほいほい。で、一緒に突っ込んでいく。強引に突っ込んでいく。2枚死んでいく。みんなついてこい。やられた？関係ねえ。ゴールを入れちまえば。こっちのもんだ。よし。アルビン全部入れた。チャージャーはロボットボム入れとけばね、だいぶ動きづらいはずなんで。これきついな。チャージャーあそこに立ってるのきついわ。さすがに一旦閉めまして。なんか手前やられ倒してたよね。まあ、大丈夫かな。ああ、チャージあそこか。了解。いや、死ぬ。アップ、アップ。いや、待て。いきます。うい。だってこれ単純にザップ強いだけじゃん。 そう、ザップね、基本的に性能が本来高いから、なんかギアの自由度高いんだよな。ほんと立ち回りとかサブスペによってカスタムできるから、そこが面白いっすよね、この武器。これに来るでしょ。あれ、デコチラだ、デコチラ。さあ、ロボット2個投げで中央を強引に取っていく。あれされたらね、基本的にチャージャーとか引くしかないはずなんで。なんか死んだわ。この辺になんかいるな。カーリングって誰？あ、クラブラか。クラブラだったらまあ結
構なんとかなっちゃう。相手うざいだろうな。これ一回中央取りに行くか。よし、これで塗りは取れる。何してんの。あと一個、オッケー。あ、やべ、ちょっと無理に突っ込んじゃった。いいね、このデコイチラシとロボムと一緒に出ていく。このメインのね、四角っていうところと、まあ、ちょっと火力足りないっていうところをサブスペで補っていくっていう策的もできる。あ、なんか今いなかった、後ろ。ああ、はいはい、やばい、無理だこれ。ちくわ、こっち戻っといて。後ろがやられちまってるぜ。8人のか。むむ、あ、でも死んでるね。オッケー、とりあえず手前はやれたかな、おそらく。なんか普段あんまりこういうね、サブスペですか、サブを何個か投げるみたいな戦い方しないから、登りたかった、めっちゃ。待て、こいつあと一発。うん、ちょっと火力足りないねやっぱり。これどうしようかな、後ろから行くか。いやーマジか。だいぶ塗り取られてんな。なんかこんだけ攻められてんのにゴール開かないね。開いたわ。チャージャーだけでもやりたい。当たんないんですけど。あ、いいだね。おい、いきます。よし、いやー、くそ、やられた。普通にメインで倒せばよかった。注意事項としては夢中になっちゃう。ナイス、オッケー。いや、結構良かったんじゃない今の動き。サブ2個投げてデコイチラシ置いて、でまたサブ1個なり2個なり投げる。まあ、正直あれだな、デコイチラシ吐いた後はサブ1個でもいいかもしれない。普通にメインで突っ込んだ方が早いかも。オッケー、ナイス、10キル後です。来たマンタマリア。マンタマリアマジで楽しい。ジェットジェットスシコラ相手、農地が長射程か。オッケー、ロラコラもねだいぶ強いよね。帝王イカが思ったより評判高いから嬉しいっすわ。なんかいるな。君はここをやれないだろう。だいぶうざいな、あの動きされたら。敵目線、ノーチラスを一旦どかさなきゃいけないのか。ちょっと待ってくれ。あ、まあ、やめて、ちょっと待った。ふう、ナイス、自分でナイス押しちゃった。あ、すいません、ナイス押しててごめん。よいしょ。さあ飛んでアサリ持っていこうか。本当はスペゲン積んで早めにね、さっきのムーブしたいんだけど。左のオチラスいいなこれ。こんにちは。お、なんかもうなんかデコイチラスと分かんなくなっちゃうね。カモン、よいしょ、これでしょ。まあ、ごめん、雨で死んじゃった。いや、いけるはず、絶対投げれる。飛んでいいか、デミチア。あいつ死んでいく。すいません。
いや、スペゲンスペゾをね、綺麗に詰めたら、だいぶこの回転率も良くなるんだろうけどね。やっぱりそれなりにスペシャル必要ポイントも抑えられてるし。これ。いや、強え。どちら強えわ、やっぱり。あ、投げるの失敗してるわ。ナイス。ナイス防衛。いいよ。結構ロボットボムって強いんだね。あんまり普段使ってないから分かんなかったんだけど。あ、OK、ナイス。危ね。ありがとう。あ、手多いから。いけ。なんだこいつ。危ね。2個ちょうだい。あ、開いたわ。デコチラ、レッツゴーデコチラ。左に置けばよかった。うい、あれどちらっすか。一気来てたか、ごめんね。いや、まあ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 、強引に奪ってったわ。相手の抑えポジにデコチラを投げれれば強いね。今だったら左にちょっと抜けてればだいぶ相手抑えられてたかもしれない。オッケー、もう一ギル。これ何？ザップか。ナイス。オッケーオッケーオッケー、強いよ。あ、でも味方3枚落ちか。ちょっとこれ危ないな。それやれるか。ナイス、うますぎ。そいつやったのでかすぎ。うわっ、いいね。いや、それはローラーのいい動きだ。俺がちゃんと警戒しなかったのが悪い、今のは。普段ローラー使ってるから俺あの動きするもん、絶対。みんなあそこから入られるとめんどくさいな。これはサブでなんとか抑えつつ。うん、いいね、相手遅らせられた。ちょっとスペシャル貯めたりもしたいんだよな。まっまっ、うっ、デコチラ来た、デコチラ。てかまたみんな死んでる。助けて、気をつけて、みんないっぱいいるわよ。敵がいっぱいいるわよ。これメインで挑むしかない。いる。はあ、やだ、強い。ノチラスさん強い。頼む。いやー、動きづらいよな、ジェット。ジェットだいぶ前張ったね、あれ。あー、あれどうなんだ。まあね、そうなるよね。ナイス、えらい。これジェット、あー、素晴らしいです。もうちょっと時間あるか。オッケー、ナイス。まあ、今みたいに方向はちょっとね、慎重に決めないといけないね、今の試合みたいに。さっき右っていうか正面に打つより左に打つ方が強かったはずだから、ちょっと喋りが上手くなってないんだけど、まあ、こんな感じでね、赤ザップ使っていったら強いんじゃないかなっていう動画でした。ロボムマックス4個投げ、デコ打ちらし戦法ですね。まあ、こんな感じで、アップで新武器皆さん触ってみてはいかがでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。